京都へ追い出すのミスター京都。今日はね、京都の木屋町をブラブラしてるんですけど、木屋町ね、回転寿司、お寿司屋が、最近できたということで、ちょっとそちらの寿司屋でいっぱい飲みながら食べていきたいと思います。はい、それでは早速行ってください。トリプルそうしたらね、西木屋町にあるんですけど、にぎり五右衛門という寿司屋さんが出てきたんで、ここで食べていきます。食べていい？はい。お肉あるの？はい。ここいつできたんですか？6月。最近ですよね。全品280円、寿司がねほとんど135円。注文してる間に泡がなくなってしまったけど、生ビール500円いただきます。いただくぜ。入れすぎた。来ました。珍しいねこれ。鈴貝炙りガーリック。これをね、いただきます。わさび。ガーリックをいただきます。ニンニクが効くわ。なんかフレンチな味ですわ。スルガイとご飯とニンニク。あ、ありがとうございます。失礼いたしました。ありがとうございます。焼酎の麦の湯割り、寿司には湯割りでしょう。いただきます。ああ、うまいわ。これが一番うまいわ。濃いしね。うまい。寿司に合いますわ。いただきます。めっちゃ綺麗です、色。めっちゃ綺麗。赤身でね、さっぱりしてて、美味しいです。ありがとうございます。来ました。イカとサーモン。そうだ、絶対うまいわこれ。めっちゃイカの香りがするわ。イカの香りがめっちゃいい。これ130何本でめちゃくちゃ新鮮ですよ、ほんま。うん。コリコリしてうまい、これほんまイカ。次はとびっこです。大好物。とびっこ。プチプチ食感がもうたまらんわ。まあ、米と合うわ、そして。うわ。これで135円でびっくりするわ。じゃあ寿司サーモン一番大好物です。サーモン大好物のサーモンです。大好物。サーモンの寿司は口に入れただけで幸せが充満します。もうこれ以上のコメントないです。これエビの天ぷら1、2、3、4本入って490円ですよ。これちょっとびっくりですよ。これ4本入って490円。1本目はもちろん塩で抹茶醤油。いただきます。抹茶醤油いただきます。この透明感のあるエビ。決して小さくないですよ。これしっかり詰まってる。1本目は塩で。飲み込みたくないわ。天つゆにつけていただきます。だしね、天つゆ。4本って言ったけど、下にまで埋もれてて5本入ってますよ。これびっくり。一貫握り有頭エビです。いただきます。ちょっと片手で無理なんで。あんまこれ135円レベル違いますよ。もうね、木屋町のど真ん中にこんだけ安いお寿司屋さんだったらほんまにここで十分です。美味しい。ごちそうさまでした。ということで西木屋町の五右衛門寿司去年の6月ぐらいにできたみたいですけど、初めて行ってきました。すごい料金の安い割にはクオリティが高すぎます。はい、僕ここの寿司むちゃくちゃ気に入りました。また来ます。はい、寿司もうまいし天ぷらもうまい。ほんで他のお客さんの食べてる作りも息作りで味が動いてた。びっくりしました。ここは必ずまた来ます。よかったら木屋町の西木屋町にありますんで、皆さんもお越しいただきたいと思います。それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。最後までご視聴いただきほんまお気に入りです。京都や大阪に旅行へ来られる時の参考にしていただければ幸いです。これからもミスター京都うまいもん TV お頼もうします。